こんにちは、シエルです。先日軽井沢のアウトレットに行ってきたので、そちらで買った購入品紹介をしたいと思います。軽井沢のアウトレット行ったのは2回目かな。と1回ねマジックショーの仕事の空き時間に行った記憶があるんだけど、かなり久しぶりに行ってきました。前回行った時はマジックショー用の、ね、衣装とか買ったんですけど、まあ、今回もちょっと仕事で使うようなものも買いました。まずはこちらプラダです。何を買ったかというと、帽子、キャップですね。キャップを購入しました。ベージュこんな感じで、ここがねマジックテープになってて調整できるものです。サイズは S サイズですね。はい、こんな感じ。今年はねちょっとキャップブームが自分の中でありまして、ちょっとだけ後ろね小さくキュッとしてるんですけど、はい、サイズはいい感じのぴったりサイズです。イエイ、嬉しいね。こちらが 26,400 円でした。これねいくらがいくらになってたか忘れちゃった。たまにさアウトレットだけのものとかさ、なんか海外でしか売ってないものとかあるよね。ちょっとその辺がよくわからないけど、こんな感じでした。最近帽子かぶって出かけることが多いので、こちらはねかなりヘビロテしそうな感じです。ちょっとあって思ったのがさ、アウトレットだからしょうがないのかもしれないんですけど、なんかこのキャップ買うじゃん、紙袋の中にこのままさボンって入ってて、ちょっとあってなった。一応ハイブランドじゃないですか。だからなんか袋に梱包してくれるかなと思ったら、このままバンって入ってたから、アウトレットだとそんなもんなのかな。ただ可愛いのでよしです。はい、じゃあちょっと置いときます。置いとけませんでした。そしてこちらマークジェイコブス、こちらですね。こちらは何かというと、でんでんでん、バッグです。エナメル素材のちょっとツヤツヤした、こちらはちゃんと袋に入れてくれました。ありがとうございます。まあ、カバンだからかな。こちらはマジックショーの仕事用のカバンとして購入しました。あのね実はねこれね去年だったか一昨年だったか忘れちゃったんですけど、買おうと思ってたの。それで今回アウトレットで見つけて、半額のさらに 10% オフだったかな。カラーをねゴールドとブラックで悩んでたんですよ。そうそうそう、なんですけど今回はブラックにしました。こちらがね3万円ちょっとだったかな。マジック用のカバンを探してたんです。この持つところにザ・マーク・ジェイコブスって書いてあって、結構ねしっかりしてそうな持ち手ですね。これね多分ショルダーにもなるんですけど、なんかここが引っかかってる。ガチャ開けてみよう。チャックがね2つあるんですけど、こんな感じで後ろの方にもチャックがあって、こんな感じ。ショルダー用のねこの紐もついてます。ちょっとショルダーをつけてみますね。はい、こんな感じで全然見えない。はい、こんな感じで、何よりもこのね四角い感じが、置いた時のこの安定感ね、この安定感、四角い感じが良くて、そうエナメル系のね素材だから、なんかあった時に拭ける、除菌もできそうです。マジックショーの時にこうカバンをね置いとくこともあれば、こうやってね持ち歩きながらこうマジックをすることもあるので、それ用にちょっと購入しました。この紐をここにかけるってどういう役割があるんだろう。この紐の使い方がわからない。どういうこと、こうやってやると開けやすいってこと。この金具のところがゴールドで可愛いです。新しく作ったマジックの衣装が黒とゴールドなんですよ。そうなので、ちょっとゴールドにしようか黒にしようか悩んでたんですけど、まあ、黒の方がねいいかなと思って、ゴールドだとまたちょっと素材感が変わってくるんですけど、今回はこちらのねブラックの方にしました。これね持つとこがすごくいい、すごいここにフィットします。今お値段が分かりました。3万195円でした。この巾着の袋に入っててちょっと嬉しい。結構ね衝撃でした。なんかプラダの帽子買った時にそのままスンって、はい、うん、なかなかの思い出になりましたよ。せっかくだからかぶっとこうっと。黒のキャップはねバーバリーのものを1個持ってるんですけど、明るめの色にしてよかったかもしれないです。ちょっと嬉しいからこれ抱えとこ。アウトレット行くとさ、なんか 30% オフのさらに何十パーセントオフですみたいな感じのさ表記とかされてたりするのを見てさ、計算するのが楽しい。買わないんだけど、なんかあ5万円するものが半額で2万5000円で、さらにここから 30% 引きで、あいくらなんだみたいなの計算するのがすごい好きです。コーチ、ケイトスペード、マイケルコースあたりとか、もうほんとなんか 90% オフぐらいのレベルで、そうすごい値段だった。マークジェイコブスも結構安かったし、あと1個ねプラダでねいいなって思うバッグがあったんだけど、
高すぎた。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。